はい、お久しぶりです。めいやです。今日も勝森公園に来てるんですけど、ですね、今回はですね、動画の告知みたいな感じで撮影してます。今までの動画はですね、だいたい猫の動画か、散歩の動画みたいなのばかりだったんですけど、今回ですね、ちょっと夏ってこともあって、新しい企画をやろうかと思って、それがどんなのかっていうとですね、オカルト心霊系の企画です。正直自分が、こっち方面のことがやりたくて、もともと YouTube に動画を上げたみたいな感じだったんでですね、それをちょっと今回、早いですけどやろうかなと。とりあえずですね、 YouTube に動画を上げ始めて2ヶ月、で、編集ができるようになって1ヶ月ってとこですけど、今回ちょっと、3週間ぶりぐらいですかね。この間結構動画を撮りだめしてたんですよ。それで撮影はですね、もう全部撮り終わってるんで、あとは編集して動画を上げるって感じなんですけど、とりあえずですね、パソコンがメモリー 4GB っていうパソコンで編集してるんですけど、これがもうかなりやりづらいっていうか、もう止まりまくって、もう編集できないみたいな感じになるんでですね、時間がかかってるんですけど、でもって今回のですね、その心霊動画っていうことであれなんですけど、やっぱり心霊動画って好きな人と嫌いな人が分かれると思うんですよ。それで一応ですね、今回はその心霊動画が嫌いな人でも見れるような、なんか怖くない心霊動画っていうのをコンセプトに、大体ですね、8分から9分ぐらいの動画を10本、トータルでですね90分ぐらいあるっていう、そういう動画を上げようと思ってます。あとですね、登録者数がですね、最初に限定動画を上げてた頃にもう最初すぐ3人ついてたんですけど、いつの間にか5人になってるんですよね。2人増えてるっていう、それでそういう知らない人も、知らない人ってことはないと思うんですよ。多分自分のことを知ってる誰かだと思うんですけど、登録してくれてて、できればですね、この今回の動画で登録者数を10人にしたいかなって思ってます。あとはですね、目標としては1ヶ月間で、その10本の動画の総再生回数がですね、1000回を超えたらいいなと思ってます。実際のところ、その登録者数とか再生時間とかはあんまり興味ないんですけど、でも目標があってやった方が、ちょっとゲームじゃないですけど、楽しめるかなと思って、そういう目標を立てて今回動画を上げようと思ってます。あと少しだけダイジェストみたいな感じで、動画の告知じゃないですけど、予告みたいな感じで流そうかなとちょっと思います。もしよかったら、こんな感じの動画になりそうっていうのを見てもらえたらいいですけどね。それではどうぞ。見てわかるように、夜の神社に来てます。街灯がここにあるんで、まだ見えてる方かもしれないんですけど、もうこの先真っ暗なんですよね。うわあ、映像がひどい真っ暗すぎる。なんか幽霊出てきたらいいのにな。でそう簡単にね、幽霊出てこないんですよけど。今回はちょっといい映像撮れてそうですね。実際ですね、お化けとかが出てきたら面白いんですけど、さすがに出てこないでしょうね。それでですね、あんまり楽しめないっていうのもなんですけど、こういったお堂があって、中にちょっと祠、お墓の石みたいなのがあるんですけど、なんかいないですね。噂じゃこの竹林のところにいるらしいんですけど、懐かしいけど危ない危ない。この電話ボックスから深夜0時にその電話をかけたんですよ。ここも、もう階段から登れないようにテープが貼ってあります。
うわぁ、うーん、なんかすっごいクソ動画な感じがしそうですけど、まあ、実際最初の方は確かにクソ動画ですね。でも後半にかけてまあ徐々に良くなっていくみたいな、なんかそんな感じなんでですね、まあ、そういう自分のその撮影とか編集の成長も見てもらえたらいいなと思っています。というわけでまあちょっと長めの告知みたいになりましたけど、まあ、そういうわけでこの動画は多分早めに上げると思うんですけど、その心霊動画の方はちょっと編集がまだ終わってないんでですね、あと3日ぐらい、3日4日かかる。それでもですね、まあ、お盆までには上げたいと思ってますんで、まあ、その時はぜひ見てください。メイヤでした。それではまた。